このところポイントガードが伊藤と宇都が、まあ、代わる代わる出ていたんですけれども、2試合連続ポイントガードはスターター伊藤隆となっています。妻の支えを力に愛妻ピアシューター山崎亮。いや広島が粘った、粘ってマイボールにして、いやここの富山の手が出てくる。高橋が手にかけて上田を経由して伊藤戻してジョナサン、左アタックトから山崎亮のスリーポイント決めていきました。ようやくここで1本来た広島のスリーポイント、第2クォーターです。そうですね、はい、確率を上げてくると思いますので楽しみです。ただここは前からのプレッシャーで広島ボールになりました。かわしてエバンスワンハンドバック、流れが広島に来そうな、そんなこの時間になっています。ここからさらに上がったドウェイン・エヴァンス、エヴァンスがそのまま打ったワンハンド。ここまでできたバスケット展開というのを作っていきたいんじゃないでしょうか。はい、こういったところですね。ここで、はい、中村ダック奪った決めていきました。ですから広島はおよそ2分半の間に14得点ということになっています。そして富山のディフェンス、ここはしっかり戻ってさらにはピックアップ、ちゃんとマンツーマンつけています。ビッグメイクエヴァンス、素晴らしいボールムーブですね。いやここはドウェイン・エヴァンス、アンダーで守った宇都、中村拓人後ろから追いかける野崎、中村拓人シュート決めていきました。今の中村選手うまいですね、マーフィージュネトロイロマスケンがついている。このワンオンワン、うまく通ったジョナサン・ウィリアムズ。いやスペースなかったんですけどね、落ち着いています。おっとスキップパス反対のコーナー、リバウンドはマーフィーが最後取りました。ロバースペインからグニューに渡しました。いやらしいですね。そうですか、ペイントエリアにいるのは川田チリジ、そのチリジに渡していきました。高橋が追いかけるスリーポイント、リバウンド川田、ファールもらってエンドワン、ノーチャージサークルのところまで入っていきました。はい、いいポジション取れてますよね、はい、富山はあそこまで入れさせたらいけないというプレーになりますが、ここはファールもらいました。ジョナサン・ウィリアムズエンドワン、レックスルーを見せてシュート打てない。ここでパスが渡って決めていきました。ウィリアムスと高橋のこの2面ゲーム、最後富山スコアしましてゲーム終了です。ただ試合は84対46、